バーナード公演、シドニーのキングスクロスで1990年に撮影。バーナード公演は、オーストラリアの作家、小説5冊と、子供向け絵本1冊の著者。公演は、1996年のオーストラリアン、ボーゲル文学賞を受賞し、シドニーモーニングヘラルド紙によるオーストラリア、最優秀青年小説家には3度選出され、さらに、2001年のイングランド、 芸術評議会作家賞を受賞しており、シドニー工科大学の1997年に最も活躍した卒業生にも選ばれている。2006年、公演はニューサウスウェールズ州の子どもたちを対象とし、さらにインターネットを介して創造的作文プログラムを運営するザライティングワークショップを創設した。公演の短編作品はペンギンセンチュリー・オブ・オーストラリアン・ストーリーズ。 ベストオーストラリアンストーリーズ2002ベストオーストラリアンストーリーズ2009ピカドールニューライティングなど広く様々なアンソロジーに収録されている。1990年から1991年にかけて講演は文学雑誌エディションズレビューの共同編集人を務めた。ありがとうございます。